わっさー、 DJ ミカです。今週もミカチューン行ってみたいと思います。メインストリーム、そしてヒップホップから3曲ずつ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはヒップホップから3曲。まずは1曲目、おすすめはASAP Rocky、バブシュカボーイです。ASAP Rocky がスウェーデンから帰国して初めてのシングルリリースとなります。まずバブシュカっていう言葉はロシア語でグランドマザー、おばあちゃんとか、あとはご年配の女性という意味だそうです。あとスカーフでこう顎でこう縛る感じのことも言うそうです。 ASAP Rocky、 ボーグの撮影とかイベントとかでバブシカスカーフを巻いていることが多いと思うんですけれども、ロッキーは顔の傷を隠すためにバブシカを着用して歩いていたそうなんですけれども、そのバブシカを巻いて歩くということにインスパイアを受けてこの曲を作ったそうです。そしてなんとなんと映画スカーフェイス、こちらからも来てるそうです。ちなみにこちらの曲はザ・クライムクリック、 You Hoes Gon' Get Kidnapped をサンプリングしています。こちらバブシュカボーイ、もうすでにビデオもドロップされてるんですけれども、ビデオは映画ディック・トレイシーのインスパイアっぽくて、エイサップ・ファーグやエイサップ・ナスト、そしてスクールボーイ Q も出演しています。ぜひぜひビデオも一緒にチェックしてみてください。はい、そして2曲目いってみたいと思います。2曲目はヤングタグフューチャリングガナのホットです。前回のミカチューンでもさらっと紹介しましたが、アルバム So Much Fun からの1曲です。アルバムも聞き応えがあるのでぜひぜひチェックしてみてください。ちなみにヤングタグはスーパースライミー2のミックステープも近々リリース予定だそうです。そして3曲目のおすすめはポップスモークのディオールです。ポップスモークは Welcome to the Party が ものすごく人気で、ニッキー・ミナージやフレンチ・モンタナもリミックスに参加しちゃうぐらい、もうめっちゃバズってますよね。そんな彼が最近リリースしたミックステープ Meet the Woo 収録です。ぜひぜひチェックしてみてください。ということで以上3曲おすすめ紹介してみました。じゃあ次はメインストリーム行ってみたいと思います。まず1曲目はポストマローン、サーコースです。ポストマローン、なんかいきなりテイストが変わった感じなんですけど、めっちゃ聴きやすい曲です。彼のアップカミングアルバムハリウッドブリーディングからのシングルカットです。ヒップホップ苦手っていう方でも、もうめちゃめちゃ聴ける感じの一曲なので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、2曲目いってみましょう。2曲目はノーマニーのモチベーションです。彼女はフィフスハーモニーの元メンバーで、最近ではブラックをフューチャリングに迎えたウェーブスがベスト R&B で MTV の VMAs を受賞するなどなど、今目が離せないシンガーの一人です。ぜひぜひチェックしてみてください。そして3曲目、リゾンの Truth Hearts、 こちらリミックスが登場して The Baby が参加してます。もうこのリザムのトゥルースハーツはすごくバズってるので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、今回ダ・ベイビーが参加ということもあって、よりヒップホップ色が強くなってる一曲になってます。ぜひチェックしてみてください。ということで以上ヒップホップから3曲、そしてメインストリームから3曲紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。どの曲もおすすめなので、ぜひ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 チェックしてみてください。定期的にミカチューン動画アップしてますので、よければグッドボタン、そして読者登録、インスタグラム、ツイッター、あと DJMIKANSC 登録よろしくお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、今日もありがとう。